あちゃ、レチョンでーす。今回もジャンプチやっていきたいと思います。はい、ということで、今回なんですけども、今回はこちら、はい、氷河使っていこうかなと思います。はい、運はね、ちょっとマックスになってないんですけど、必殺レベルと、特性が12、友情は11ですが、まあなったんで使っていこうかなと思います。で、運特性が、とりあえず75までは解放されてますね。35% 以上の時に、攻撃力と、あと通常攻撃を与えるダメージを 5% アップって感じですね。まあ合わせたら 10% アップかな。で、ガード無視。そして、自身の攻撃力 5% アップ。で、特性が必殺技で与えるダメージ 20% アップ。HP が 75% 以下の時に、ジャマプチを1個、青プチに変化ですね。はい。で、ガード無視を使いたかったので、今回は、こちらですね。はい。こちら、解放して、超絶でちょっと遊んでいこうかなと思います。はい、ということで、こんな感じでやっていきましょうか。いきましょう。さあ、やっていきましょう。ちょっとオートになっちゃった。しょっぱな必殺か。で、いや。クロムので上がってしまいますが、しょっぱな必殺打っていきたいと思います。さあ、演出見ていきましょう。おお、かっこいいね。23,000。割と出る。さあ、じゃあ次、攻撃アップしていこうか。よし、こんな感じ。で、どうしようかな。次打ちたい。こうしよう。そしたら、プチ変換して、必殺プチ作って、で、どうしようかな。これ取るか。取ります。取って、じゃあこれで、30% アップ。14万。7万2000。いい感じですね。さあ、特性発動しました。どうしよう。まあ、いいや、取っちゃって。そしたら、これも入れよう。15% アップ。4万。2万7000。はい、いかがだったでしょうか。氷河使ってみました。強いね。強いんですけど、ガード無視のね、ところをね、いろいろ調べた結果、あそこになっちゃったんですよ。なので、赤属性のガード無視、
できる場所があんまないのかなってちょっと感じがしましたが、まあまあまあ後からね出てくるところでね運枠として使えると思うので、しかも運特性もね、今回のドクターストーンのキャラからいっぱい追加されてるので、まあめちゃめちゃ強いかなと思いました。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せてありますので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またね。